はい、どうも、石毛です。今日は財務省の職員が自殺した、その遺書、手記が公開されて、今非常に話題になってるんですけど、なんでこれ話題になってるのというのと、そもそもこの事件何なの、一体どんな経緯で起きたのという、この二つについて解説していきたいと、わかりやすく解説していきたいと思います。こちらにある通り、この事件の発端は2018年、今から2年前に起きた森友学園の問題でした。森友学園、なんかそんなことあったの覚えてるなという人も多いかもしれないんですけど、要は森友学園という学校法人ですね。学校法人が国から不当に安く土地を仕入れたんじゃないの、手に入れたんじゃないのというところが事件の発端です。そしてこの問題をめぐって政府、そして首相官邸、そして財務省、こういった関係者が様々な疑惑にさらされ追及を受けた。しかし最終的に事件はうやむやに終わってしまったというのが森友問題になります。そしてこの森友問題をめぐって財務省が決裁文書、要は政府の文書ですね。政府の文書を改ざんしたんじゃないのという疑惑が大きく問題になりました。これ、ビジネスでも文書後から書き換えるとか、なんか問題になったねって言って修正するみたいなことあるじゃん。何が問題なのと思う方もいると思うんですけれども、政府の文書というのは国がきちっと仕事をしているか、不正をしていないか、政治家がどのような意思決定をしたのか、なぜそれを決めたのかということを明らかにする上で非常に大事な文書になります。だからこそ国はそれを保管することが義務付けられて、機密文書であっても一定期間を過ぎたらそれが開示して、なぜ政治家があの時あのような決定をして、それは本当に国民の利益だったのかというのを監視するために、文書を正しい形でしっかり残していくというのは大前提です。正しい民主主義国家の大前提になるわけです。にもかかわらず、それが改ざんされたんじゃないかということで、こちらにある佐川前国税庁長官が国会に呼ばれて証人喚問を受けたというところが2年前に起きたことです。しかし、佐川長官、その際に誰の指示でこの改ざんを行ったのかについて答えなかったんですね。官邸の関与、つまり首相、安倍首相とか官邸の関与については否定したものの、じゃあ一体誰がというところに対しては答えなかったと。いうことで、事件に関しては本当に闇の中ということだったんですけれども、同じ年に財務省のこの赤木さんという方が自殺をされたと。そしてこの自殺の理由が、この隠蔽に耐えきれなかったからだということを述べていたんですね。この事件最終的にどうなったかというと、当時財務省は幹部らを減給処分にしたのみで、厳しい処罰は与えませんでした。国の文書が改ざんされた、そしてそれが組織ぐるみで行われていたという非常に重大な事件であるにもかかわらず、財務省は減給処分という軽い処分で留めていたんですね。加えてその後に大阪地検特捜部が捜査を行った。しかし佐川長官、こちらの佐川氏らに対しては不起訴処分ということで、まさに事件は闇の中うやむやに終わったというのが、この森友学園の森友問題の結末になっていました。しかしそれが今回新たな動きを見せたということで、遺族らがこの遺書を公開したんですね。もともとこの遺書自体は2年前にある、記者が手に入れてたんですけれども、遺族が公開することを、渋っていたと、拒んでいたと。で、これに対して、真実を明らかにしたいと、正しいことを伝えたいということで、記者の熱意が伝わったんだと思うんですけれども、これによってついに今回遺書が明らかにされたと。そしてこの遺書に一体何が書いてあったかというところなんですけど、大きく二つです。一つが、財務省が国会などで真実に反する虚偽の答弁を貫いている。そしてもう一つは、すべては佐川理財局長。これ当時ですね。当時の役職で理財局長の指示に基づいているというこの二つです。そしてこの遺書に書いてあること、ある程度は国民とか、あるいは当時の報道によって分かっていたこと、想像されていたことであるのは間違いないんですけれども、当時この赤木さんというのは非常に事件の近くにいた人物です。その方が自分のやったことの罪の重さに苦しんで自殺をしている。その自殺の際に実名で克明な記録とともに一体何が起きたのか。そしてその隠蔽を財務省が知っていたということをバイネームで、つまり個人の名前を出しながら書いているというのは非常に大きな驚きを持って今受け止められています。この森友問題というのは、現在コロナとか景気の動向などで安倍政権ちょっと厳しい状況になっていますが、それが起きる前は最も大きな安倍政権にとってのリスクでした。にもかかわらずこの問題がうやむやにされた。そして財務省が、官僚組織が、
文章を書き換えて公式に隠蔽した、公に組織ぐるみで隠蔽したという非常に大きな問題であったにもかかわらず、真相は最終的に明らかにならなかったわけですね。ということで、この問題非常に大きい問題であるにもかかわらず、進展がその後なかった。それがここに来て、今後何か政治的な動きがあるかもしれない。あるいはマスコミが再びこれを追及するかもしれない。そして今回遺族が佐川氏に対して損害賠償を求めたという裁判を新たに起こしたので、この裁判を通じて真実がまた明らかになるかもしれないということで、再び止まっていた森友問題の事件が動き始めたということで、今回非常に大きな注目を集めているということになります。ということで、まあ、この事件まだ再び始まったばかりなので、明らかにならないこと、今後分かってくることもたくさんあると思うので、それについても引き続きこちらのチャンネルで追っていきたいと思います。はい、ということで今日は簡単にですね、この問題、解説していきましたが、面白かった、参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。